どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新戦の動画を作っていきたいんですけども、PK シーズンで活躍するとされているテンプレ編成の一覧なんかを見てみると、5の編成が非常に多くなってるんですよね。なんで PK シーズンっていうのはもしかしたら5の勢力のシーズンであると言い換えることができるかもしれないなっていうふうに思うんですけども、ただですね、その編成の武将の内容を確認させていただきますと、基本的には孫権及び陸遜を首相に置いた編成ばかりということになってるわけなんですね。で、副将を確認させていただいてもですね、定府、露宿、太子寺、周隊、この4人のうちの2人を使ってる編成ばかりということでですね、この6人の武将をこねくり回して作られた編成ばかりということで、なんかテンプレ編成の数は多いけど、バリエーションは全然ないなっていう印象なんですよね。なんかどの編成を見ても変わり映えせんなっていう気がするんですけども、で、その武将の内容を見てみると、露宿と周隊に関してはですね、シーズン限定の武将っていうことになってるので、持ってない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、孫権、陸遜、定府、太子寺に関してはですね、シーズン1から登場している武将ということになってるので、結構持ってる方も多いんじゃないかなと思うんですよね。なんで、この PK シーズンにおいてはですね、5の編成に限ってはですね、何かしらテンプレ編成組めますよって、まあ武将だけの話ですけどね、っていう方は多いんじゃないかなと思うんですけども、ただですね、その孫権か陸遜、この2人を首相に置いてる編成が多いっていうのがですね、若干ネックにはなってるかなと思うんですよね。っていうのが、この2人の部署っていうのはなかなか引きにくいと、特に孫権に関しては、このゲームの中で一番引きにくい部署ということになってるんでね、実際僕なんかも1枚も持ってないですし、他にも、まあ孫権だけ持ってないみたいな方もですね、結構多いんじゃないかなと思うんですよね。なんで今回はですね、その数多くある、PK シーズンにおける5のテンプレ編成の中でですね、孫権と陸遜以外をですね、首相に置いたテンプレ編成っていうのの中でですね、特にこのシーズン面白そうだなと、僕も組んでみたいなと思う編成がありましたので、そちらの方を紹介させていただけたらと思うんですけども、まず首相がですね、この孫昌侯を使った編成ということになってるわけなんですね。この孫昌侯に関してはシーズン2限定の武将ということになってるので、今欲しいとなってもですね、引く機会はないということにはなってるんですけども、もしかしたら、まあ引けてる方っていうのもいらっしゃるかなと思いますので、持ってる方はですね、特にちょっと注目して見ていただけたらなと思うんですけども、こちらの孫昌侯っていうのは割と火力に触れた武将ということになってまして、通常攻撃前に敵軍単体に平均ダメージを与えると。で、強化状態の場合、さらに平均ダメージを与え、武力を18増やす最大5回重ねかけ可能ということが書いてます。なんで、通常攻撃前にダメージ与えて、さらに通常攻撃もダメージを与えると。で、何かしら強化状態になってたら、さらにその、ダメージも与えられますよということでですね、なんか一旦に3回ぐらいダメージ与えられるんじゃないかっていう文面に取れるようなですね、武将ということになってるので、火力は結構出るということになってるわけなんですね。で、PK シーズンから登場した雷決戦という、こちら、事件戦法ということになってるんですけども、こちらがですね、戦闘開始後3ターンの間、90% 連撃状態になるという戦法になってるわけなんですね。なんで、孫昌侯の通常攻撃の前にダメージを与えるっていう、こういう戦法とですね、非常に相性がいいということになってるわけなんですよ。なんで、この、雷決戦が登場する PK シーズンからですね、特にまた孫昌侯が強くなるんじゃないかということでですね、僕は割と期待してるということになってるんですけども、でですね、ちょっと一つだけ気になるのが、ちょっとツイッターなんかで画像が流れてたんですけども、こちらですね、連撃状態になるということが書かれてますので、その孫昌侯の固有戦法っていうのが、その、強化状態になってると、平均ダメージを与えるみたいな記述があったと思うんですけども、どうもパッシブ戦法によって強化状態が得られてる場合はですね、あちらの指揮戦法でのその強化状態があった場合っていうのは発揮されないみたいなんですよね。なんでここら辺がもしさらに発揮されたらもっと強くなるのになっていう感じはするんですけども、残念ながら連撃状態になったからといってですね、その孫昌侯の固有戦法でダメージを与えることはできないということになってるみたいなので、この辺だけはちょっと気をつけていただけたらなと思います。で、もう一つ覚えさせたいのが、こちらもまた事件戦法になってるんですけども、故郷要領ですね。こちらはですね、封印状態体制を獲得するという戦法になってるわけなんですけども、その雷決戦で連撃状態になって、さらに孫昌侯の固有戦法で通常攻撃の前にダメージを与えるということになっててもですね、結局封印状態なんかになって通常攻撃が打てないということになってしまうと、せっかくの火力っていうのが発揮できないということになるわけなんですね。となるとですね、この封印
員体制を獲得しようと思ったら各課の固有戦法とかですね、ああいったのが必要になってくるということになるんですけども、各課を編成に入れてしまうと5勢力でですね統一できないので、勢力バフっていうのが得られないということになってしまいますよねっていうことを考えるとですね、もうこれ自前でなんとかするしかないということでですね、この封印状態だけ、体制が得られると、制御状態全部体制というわけではないんですけども、その通常攻撃が打ってなくなるという、まあ、制御状態ですねを与えてくる、戦法に対してですね、体制を持てるこの故郷要領を自身で装備して、でさらに雷決戦なんかで連撃状態になった上でですね、その損傷の固有戦法を放つということになるとですね、安定して火力が叩き出せるということになるわけなんですね。で故郷要領に関しては平均ダメージ 7% 増やすっていうのの4回重ね掛けが可能みたいなこともできますので、 28% 余ダメージが増えるっていうことになるとかなり火力も伸びてくるっていうことにもなりますし、この損傷だけ見てもですね、かなり強い編成が組めそうだなっていうのはですね、なんとなくご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、そしたら次はどのような武将と組ましていくのがいいのかというのもですね、合わせて見ていきたいと思います。まずは1人目、両刀ですね。こちらはシーズン3限定武将ということになっているので、こちらに関してもまたそのですね、今欲しいと思ってもですね、なかなか引くことはできないかなと思うんですけども、まあ、その損傷痕に関しても両刀に関しても、その今まで使わずに遊んでたっていう方にはですね、非常にいい編成になってるんじゃないかなと思います。で固有戦法を見ていきますと、こちらがですね、結構その損傷痕と相性がいいんですよね。戦闘開始後3ターンの間、自身及び友軍単体を先行状態及び必中状態にし、余ダメージを 20% 増やすということになってます。なんでですね、その損傷後の余ダメージっていうのをさらにこちらで割合増やしてくれるということにもなりますし、で先行状態及び必中状態っていうのが、その両党ともう一人に付与されますので、そのもう一人のというのがですね、損傷痕になった場合はですね、強化状態が2つ付与されるということになりますので、その損傷痕がまた、ダメージを通常攻撃の後に与えてくれるということになってますので、非常に相性がいいですよね。まあただもう一人の武将にですね、この、強化状態っていうのを付与してしまう可能性もあるので、そうなったらまあちょっと外れなのかなという気はしますけども、確率は2分の1ということになってるので、割とその当選する可能性は高いというふうに思われます。でこちらの両党に覚えさせたい戦法を見ていきたいと思うんですけど、一つが臥薪嘗胆ですね。こちらがちょっとネックなんですよね。孫権を持ってないっていう方にっていう感じでおすすめさせていただいてる編成になってるのに、この臥薪嘗胆の場合はですね、孫権2枚持ってないとなかなか入手できないということになってます。なんでもう最悪ですね、今回臥薪嘗胆は使わなくてもいいんじゃないかなと思いますけども、内容の方を確認していきましょう。敵軍2人に平均ダメージを与え、 25% の確率で強行状態にするということが書かれてるんですけども、その自身の固有戦法によってですね、先行状態と必中状態になってますので、この2つの強化状態によってですね、確率が、20% 増えてくれるということになってるので、 45% の確率で相手を強行状態にすると。で強行状態というのは行動不能ということになってるので、かなりきつい制御状態ということになってるので、これを付与できるとかなり戦闘有利に進められるということになってるわけなんですね。なんで両党の固有戦法と非常に相性のいい継承戦法ということになってるんですけども、入手難易度っていうのは最も高いんじゃないかと思われる戦法になってるので、持ってない方はですね、他の何か火力が出るような戦法であるだとか、なんかその補助系の戦法っていうのを考える必要はあるかなと思います。ベストということですと、この臥薪嘗胆になってくるんじゃないかなと思います。でもう一つ覚えさせる戦法を見ていきたいと思うんですけど、それがこちら戦軍一掃になってますね。こちらは敵軍全体に平均ダメージを与えて、目標がすでに封印状態または最新状態の場合、 30% の確率で強行状態にする、一旦持続するということが書かれてます。でなぜこちらを装備してるのかと言いますとですね、ちょっと先にもうお伝えさせていただくんですけども、もう3人目の副将にですね、一騎昇天を覚えさせてるわけなんですよね。で一騎昇天を持ってるということはですね、相手が封印状態になってる可能性が高いということです。で封印状態になった相手にこの戦軍一掃が発動すると強行状態に、できる可能性が高いということで、この戦軍一掃を使ってるということになるわけなんですね。なんでその臥薪嘗胆と合わせてもですね、相手に強烈な制御状態を与えながら戦っていくというのが分かっていただけるこの編成なんじゃないかなと思いますけども、そしたら最後3人目見ていきたいと思います。
はい、3人目はここで出てきました PK シーズン武将の集大ということになってます。なんでこれ集大も含めてですね、全部の武将がですね限定武将ということになってるので、もうなんか運よく引けたら使ってくださいねみたいな編成にはなってるんじゃないかなと思うんですけども、もし引けたという方はですねぜひ一度組んでみてもらいたいと。僕もまだそのシーズン始まったばっかりなのでレベリングとか全然終わってないんですけども、将来的には運用していきたいと思ってる編成ということになってるんでね。で、内容を見ていきますと、こちら、肉親鉄壁に関してですね、その友軍の火ダメージを、60% か、肩代わりするということが書いてます。で、友軍首相に関しては 60% 肩代わりしてくれるということになってるので、損傷校のダメージというのはかなり肩代わりしてくれます。で、友軍の兵力が 70% 以上の場合、その友軍の余ダメージを 18% 増やすということで、こちらに関してもまた攻撃力のバフがかかるということになってるので、相当損傷校の火力っていうのは強化されるということになってますよね。もうこの全てが壺にはまるとですね、圧倒的火力出るんだろうなと、早く組んでみたいということで、非常に楽しみなんですけども、こちらのようにですね、こう集大によって守りながら火力も上げてくれるということになってるわけなんですね。そしたら覚えさせる継承戦法を見ていきたいと思うんですけど、一つは先ほどお伝えした息昇天ですね。戦闘開始後2ターンの間は敵軍2人を毎ターン 90% の確率で封印状態にするということが書いてます。今回の編成はですね、回復戦法っていうのを積んでないんですよね。っていうのがですね、結構回復戦法って知力依存の場合が多くて、まあ、武力依存の戦法っていうのもあるんですけども、宿儺の固有戦法であったりだとか、あとまあその回復力に難ありだったりっていうところでですね、なかなかこううまいこといかないということになると思うんですよね。この編成自体がですね、結構納金編成ということになってますので、なのでこういった息昇天みたいな戦法でですね、相手の、通常攻撃を打てなくすると、封印状態にした上でその両党のですね戦軍一掃みたいな感じでですね強行状態にする、でその回復はできないけども相手に攻撃させないみたいな状況を作るのが望ましいという意図がですね、このテンプレ編成にはからは見受けられるかなというところですね。で、最後もう一つの戦法なんですけども、はい、清涼鉄器ですね。なんで今回の編成は騎兵で組むということになってます。で、戦闘開始後3ターンの間自軍全体の会心発生率を 25% 増やすということになってますので、で、平人ダメージを与える機会っていうのがめちゃめちゃ多いですから、なんでその会心が当選する確率も高いと、で、当選したら効果力のダメージを与えられるということでですね、この清涼鉄器が非常に向いている編成ということになってるわけなんですね。で、おさらいするとですね、覚えさせてる継承戦法っていうのはこんな感じになってます。はい、でですね、僕の個人的な感想ではあるんですけども、この中の戦法でですね、どうしても必要っていうのはですね、損傷校の雷血戦と故郷用意、あとですね、集大の清涼鉄器、この3つだけじゃないかなと思うんですよね。あとの3つに関しては全然代用可能なんじゃないかなと個人的には思っております。例えばですね、集大に覚えさせる戦法、息昇天を持ってないとかいう場合はですね、息昇天よりは入手難度は高くはなってしまうんですけども、この奮戦力刀なんかを持ってるとですね、集大が回復してくれるということになってるので、肩代わりしたダメージの分ですね、集大が回復してですね、結構その、なかなか集大が死ぬまでは他の2人の武将は死にませんよ、みたいな状況が作れるっていうことになりますよね。なんでまあ、こういった戦法でも十分ありなんじゃないかなと思っております。またですね、その先ほど息昇天を外したと仮定するならば、戦軍一掃のありがたみっていうのも若干減ってくるということになりますので、こちらのバンプ不当なんかも強いんじゃないかなと思いますけどね。こちらはですね、一旦の準備期間など敵軍全体に平人ダメージを与えるということで、発動確率は非常に低いんですけども、火力はものすごい高いと。で、さらに敵軍全体なので、会心が発生したりするとですね、とんでもない火力が出てくれる可能性がありますよという戦法なんで、こういった戦法も面白いんじゃないかなと思います。で、実際問題ですね、僕が組もうと思ったら、その餓死に昇誕持ってないので、で、まあ、戦後一層と息昇天は持ってるので、餓死に昇誕の代わりにですね、何かしら火力が出るような戦法を積んだりだとかいうことを考えております。ただですね、雷血戦がないんですよね。こちら、巨長が引けないと手に入れることはできないということになってますので、今度のハギオパックって言ったらいいんですかね、ピックアップガチャで、なんとしても巨長は引きたいなっていうところですね。せっかく武将は揃ってるんですけども、肝心のその戦法ですね、継承戦法、この1点、
来決戦さえあればなんとかかんとかごまかしは効くかなっていうところはあるんですけども、その来決戦がないということでですね、パックでなんとか引けることをですね祈りながらガチャ回していきたいかなと思うんですけども、まあ当たらんのだろうな。もし当たらんかったらもうこの編成は組まないということにならざるを得ないので、でさらにまあ脅威も一緒のパックにいると思うんですけども、脅威も引けないということになったらですね、こちらの損傷後両党集体も引け、組めないで、さらにですね脅威諸葛亮砲塔も組めないということになってるので、非常に強いと言われてるテンプレ編成2つも組めなくなってしまうということになってるので、次のハギョパックのガチャで、この PK シリーズの運命が決まると言っても過言ではないんじゃないかなと思うので、まあ割としっかりと回していこうと思いますし、まあなんとかね2人とも当てたいという、まあ当てるぞという意気込みでですねガチャは回していきたいかなと思いますので、そちらの動画の方もぜひご期待いただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。